マート TV をご覧の皆さん、こんばんは。閉店ちゃんです。さあ今日はこちら和歌山市はメトロヒルズ様にやってまいりました。現在ですね、勝ち負け勝ち負けって来てるので、今日はこの流れでいくと勝ちになるんですね。ただしメトロヒルズ様、やはり素晴らしい人がたくさん残ってらっしゃいます。これはですね、もうあとは、もちろんいい台がたくさんありすぎて、もうお客様もたくさん残ってるんですけど、やっぱりね、自分のこのレバーオン信じて頑張っていきたいと思います。さあ今日はそしてですね、ハッピーバレンタインデーだと思うんですけれども、私からは何もプレゼントが皆さんにできませんので、ぜひキュンキュン言えるように頑張りたいと思います。それでは早速行ってきます。さあそれではやってまいりました、メトロヒルズ様。もうね、時間をしてるんで早速店内見ていきたいと思います。お、すごい、ビッグ25、レギュラー36、合成145、今日9000ゲームです。すごいよく回ってる、すごいすごいですね、むっちゃ回ってる、むっちゃ出てる。ビッグ33、レギュラー22、ビッグ31、ビッグ31、ビッグ33、ビッグ32、はぁなんだこれは、すごい、いや悪くないよ。8248ゲームでビッグ32、レギュラー26、はぁ、まあ1回目414、この流れでいくと200ゲームちょいで来てくれたらいいなとちょっと思ったりするんですけど、キープします、この台キープ。さあそれではもうね、本当に35分前、わあすごい、ビッグ38回目、あはやばすごい、なんだお、ビッグ39回目、なんかもうすごすぎてへーって感じ。こっちちょっと見たいと思う、ハッピージャグラーコーナー、ほ、あ、合成132、ビッグ36、レギュラー25、ただね、ハッピージャグラー相性があんまり良くないんですよ、ジャグラーガールズ、ビッグ23、レギュラー20、102ゲームやめ、あーでもジャグレー4回巻きそうだけどな、でも迷い出したらダメなんで、キープしてあの席行きましょう。このトン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 で200ゲーム以内にピコってくるんじゃないかななんて勝手に思ってるんですけど、迷わずこれに行きたいと思います。さあそれでは勝ち負け勝ち負けの勝ちに当たるのか頑張りたいと思います。よろしくお願いします。さあそれではまずは50枚目いきたいと思います。はあ、なんか今日負けたらね、3000枚多分切るんですよ。なので絶対キュンキュン言わせたいですね、バレンタインデーだし。さあそれではお願いします。まずはお座り一発目指していきましょう、お願いします。ブドウだった、お座り一発どころか、これ200ゲームぐらいで来てくれたらいいなと思って選んだんですけどね。いやでも来ると思うんだけどな。なんか私最近予想が外れるとがっつりハマるんですよね、最近どんな機種でも。あ、キュンキュン来ました、ほすごい160ゲームで光りました、ビッグが来るかな、はい来た、もちろんジャグラー打ちならメトロヒルズレート、キュンキュン1回目、早い、おすごい、200ゲーム以内、ああドキドキしちゃった、かなり嬉しいですね、よかった、2ペカの2ビッグ引きたいですね、時間まだまだあるし。さあでは念願の1ゲームで狙っていきたいと思います、お願いします、おい
バーから止めちゃったていうかサイでした。さあ狙うはもちろん100ゲーム以内っていうか、まあニペカは狙っていきたいですね。まあ、もしかしたら、まあ、2ペカ行ってからにしよう、うん、3ペカとか今の時点で言っちゃダメなんですよ。こんだけ時間あんのにまだ狙える。でもなんとなく55ゲーム以内に来そうな気もするんですけどね。どうだろう。あーうーんそうだと思うんだけどなあ。チェリー止まったか、光らないか。もうあキュンキュン二ペカ目23ゲーム。おほービッグビッグ、あ、来た2ペカ目、もちろんビッグでした。もちろんジャグラー打ちながらメトロヒル様もキュンキュンで打ちましょう。嬉しい、すごい。おほ、さあ残りあと5分、3ペカ目のビッグも狙えそうですね。このままいくと勝ち負け勝ち負けのあの定理がここから負けることはないと思うんで、投資50枚、3連ビッグ、まだ1回も出したことがないですね、はい、ふぅ。さあ、残りあと3分、もちろん1ゲームで狙います、お願いします。ああ、まあ、3ペカ狙っていきましょう、もちろん。まあ、もし本当に3ペカ目来るんだったら結構さっきと同じぐらい早めで来そうな気がするんですけどね。もうこの勢いで来そうな気がする。あと残り3分狙えますね、十分。わあ、キュンキュン、ほんとびっくりした、8ゲーム。うっそー、びっくり。あ、早いこといきましょう。あーこれどうだろうね、ビッグお願い。あーレギュラーだった。やっぱりこの ここの引きはないな、まだ。うわー、ビッグかと、まあ真ん中ですしね、まあレギュラーかなとは思いましたけど、悔しい。4ペカを狙ってます、いきます。あと1歩、おお、隣からもキュンキュン、1ゲーム連なし。4ペカ狙いますよ、やっぱ早い段階で来ましたね。この勢いだったらこれも早い段階で来ると思うんだけどな、来るんだったらぶん回します。来い来い来い。うわー、4ペカだったら初になる。早く、いやー欲しいですね、4ペカ光って、もうお願い、もう光ってお願い、光れ、もうここの引きが欲しい、ここの引きが欲しい、本当に。もう多分何十秒ですね、残り。光らないかな。光って。もう光をビーム、光線、呼ぼうかな。なぜ光って。
終了。これ一回だけいいですか。うわー、でもサンペカキュンキュン言えました。いいバレンタインでプレゼントになったんじゃないでしょうか。じゃあよろしくお願いします。またなんか権利緊張する。何もあるんだろう。あ、ありがとうございます。おお、すごい。さあ、それではただいま実践の方が終了しました。本日の結果はこちら。来ましたね。4000枚の壁が見えてきました。今日ね、やっぱり迷わず、まあ、ぐるっとね回ったんですけど、なんかピンときた、迷い出したら今のところダメですね。迷わずに行ったら結構この引けるということで、今日も勝ち負け勝ち負け勝ち、うん、これも、まあ、じゃあ次回負けるのかという話になるんで、それはちょっと嫌なんで、もちろん次回も勝ちたいと思います。さあ、そしてですね、こちらのメトロヒルズ様、この閉店ちゃんが流れている頃にはですね、もちろん花の刑事地域最大級45台絶賛稼働中となっております。そしてですね、あの名機アラジンが、こちらの閉店ちゃんがもちろん流れている頃には大量導入予定となっております。どうぞ皆さん楽しみにご来店ください。さあ、それでは次回4000枚いくか、まあちょっと壁がまた高いと思うんですけど、頑張りたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。VTube はこんなに楽しい。人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる。人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く。VTube ダウンロードしてね。